まだか。まだ待ち続けなくちゃいけないのか。早く来い。あの赤い糸を伸ばして俺のところへ。早くここに来て俺を殺して世界を救ってくれ。これより脳と脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。システムオールグリーン。サスケーブル接続開始。大丈夫、頑張ろうね。られるわ。よし、貴様はいけそうだな。この適正試験で貴様の配属招待が決まる。しっかりやれ。了解。これより怪異討伐軍入隊適正試験を開始する。怪異を全て討伐せよ。この試験で配属先が決まるのね。お姉ちゃんと同じ隊になれるといいけど。いえ、今は考えても仕方がないわ。とにかく集中しないと。私の実力なら完璧に課題をクリアできるはずだわ。落ち着いて対応しさえすれば。私の超能力、念力なら怪異を殲滅できる。お姉ちゃんはうまくやっているかしら。きっと大丈夫ね。お姉ちゃんは優秀だもの。はっ！
な。試験終盤に差し掛かったようね。いい調子でこなせたと思うけれど、油断は禁物だ。次は。こんなところね。訓練で習得したことを出し切るだけ。私なら勝て。この程度。よし、これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。かさねちゃん、お疲れ様。試験どうだった？私はいつも通りよ。ナオミお姉ちゃんは？かさねちゃんに注意されていたことに気をつけたら、実践用のサスにも耐えられたの。ありがとう。お姉ちゃんの潜在能力はすごいのよ。もっと自信を持つべきだわ。でもよかった、かさねちゃんがいつも通りで。今朝またあの夢を見たって言ってたから。レッドストリングスの夢？うん、子供の頃からずっと見てるよね。そうね。レッドストリングスから手を離さないで。かさねちゃんの超能力と関係があるのかな？海抜群で私の超能力を解析した情報を見た限りでは、
あまり関係はないみたいだけれど。わからないことを悩んでいても仕方ないわ。それより私はお姉ちゃんのことが心配。同じ隊に配属されるかしら。こればっかりはわからないな。でも私もカサネちゃんと同じ隊だと嬉しい。カサネちゃんって誤解されやすいタイプだから、そばで見ていないと心配なんだもの。それはこっちのセリフだわ。お姉ちゃんはドジだから私が守らないと。ひどいよカサネちゃん。あ、そうだ、この後スメラギ寮に行くんじゃなかった？あ、そうそう、今バッキーちゃんのコラボやってるんだ。おみくじ引くとアクキーもらえるの、楽しみだな。お姉ちゃんって本当にバッキーちゃんが好きなのね。だって可愛いじゃない。ほら早く行こう。結構人がいるのね。この間までお彼岸だったからかな。ここは建国の父ヤクモスメラギのお墓だし。お墓なのにバッキーちゃんとコラボしているの？国としてはヤクモスメラギを身近な存在にしたいんじゃないかな。まあみんな神様、ヤクモ様助けてって神頼みしてるから十分身近な気もするけど。ヤクモ、人類を救った英雄だったかしら。教科書で見たことがあるわ、マスク姿の。うん、断絶の春の時に顔に大怪我を負ったって教えられたっけ。評議会議長のご先祖様でもあるしね。あ、そういえば私たちの同期にスメラギ家の人間がいるらしいよ。そう、興味ないわ。それよりおみくじあったわよ。あ、私大吉だった。海抜群生活もなんとかやっていけるかも。カサネちゃんは？大凶。おお、じゃあそのおみくじちょうだい。あ、はい、カサネちゃんに私の大吉あげるね。いいわよそんなの、単なる紙切れじゃない。私お姉ちゃんだもの。カサネちゃんを悪い運から守ってあげたいのね。お姉ちゃん、どういたしまして。でもこうしていると平和だね。怪異が襲ってくるなんて嘘みたい。でも町から外に出ると怪異が徘徊している世界よ。カサネちゃん期待されてたよ、教官たちに。すぐにセプテントリオンに近いランクまで上がるだろうって。ランクなんてどうでもいい、私はお姉ちゃんを守るだけ。もうさっきも言ったでしょ、私がお姉ちゃんなんだよ。私だってカサネちゃんを守るんだからね。そうね。もうバカにしてるでしょ。お姉ちゃんどうかした？あ、ううん、
今通った二人組の右側の子、ちょっとかっこいいなって。そう？二人とも海抜群の隊員みたいね。入隊したら話す機会もあるんじゃない？そうかな。そうだといいな。ねえ、バッキーちゃんのアクキーももらったし、どこかでお茶していこうよ。ええ、どこかカフェにでも入りましょうか。怪異警報？今朝の怪異予報だと襲撃レベルはゼロだって言ってたのに。怪異が街の中に。総員、迅速に行動せよ。怪異からの侵入を許すな。転送警報だ。スカーレットガーディアンの出撃か。セプテントリオンのカレント吹雪だ。トリオンのカレントラバース連隊長と吹雪スプリング連隊長。カレン連隊、吹雪連隊、プラン A だ。展開。民間人はシェルターへ。さすがセプテントリオン、ここはあの人たちに任せておけば大丈夫ね。お姉ちゃん、シェルターへ避難しましょう。あ、うん、急ぎましょう。みたいに脳みそを食べるの？違うよ、カレンさんは人の超能力をコピーできる超能力者なの。だから一人でいろいろな超能力を使えるすごい人なのよ。おっと、怪異の反撃。しかしトラバス少々動じません。スプリング少々がかさず怪異を凍結させます。セプテントリオンの人たちって本当に強いんだね。テレビを見ている場合じゃないわよ。早く避難しないと。誰か！危ない！お姉ちゃん、危険だわ。私たちまだ正規隊員じゃないのよ。だけど、あの人を見捨てるなんてできない。今怪異と戦える超能力を持ってるのは私たちだけだもの。お姉ちゃんがあの人を助けたいなら私が行くわ。私も行く。わかった。じゃあお姉ちゃんは右を、私は左を叩く。うん、わかった。はあ、
姉ちゃん、決して無理はしないで。深追いは禁物よ。分かってる。でも怪異の数が多いわ。このままじゃ逃げ切れない人が出る。そうね。ここは危険です。すぐにシェルターへ避難してください。はい、ありがとうございます。お姉ちゃん、まだ怪異がいるけど、やる？うん、他に被害が出ないようにしなくちゃ。じゃあ、怪異を殲滅するわよ。怪異、何体ぐらい入り込んだのかな。わからない。とにかく油断しないで。見つけ次第、片っ端から叩いていくわよ。了解。はあ、次は。サネちゃん、あの二人、さっきスメラギルドで見かけた。10秒後に怪異が。ええ、あの二人やられるわね。あ、お姉ちゃんは飛ばされたやつを回収して、私はあの怪異を叩く。了解。はあ、潰れろ。民間人じゃないわよね。あれ、君、あなた海抜軍よね。あ、いや、俺は訓練生で。そう、どちらにしても目的は同じね。目的って…あなたバカ。は？し、来るわよ。え、何が？行くわよ。え、あ、ああ、君も海抜群だよね。ブレイトークできるんだし。状況わかってる。怪異を倒してからにして。やっ、この程度。
このぐらい。お疲れ様。これでこの辺りの怪異反応は全部潰したと思うけど。そうね。かさねちゃん、さっきの男の子救助してきたわよ。ナギ、無事だったか。ああ、このナオミちゃんに助けられてな。くそ、かっこ悪い。怪我がなくてよかった。お姉ちゃん、ありがとう。え、二人は姉妹なの？ああ、二人とも俺らと同じ海抜群の訓練生なんだって。改めまして、俺はナギカーマン。こっちはユイとスメラギ。私はナオミです。ナオミ・ランドール。この子は妹のカサネ・ランドール。君たちか。余計なことをしてくれたのは。怪異は一掃された模様です。何？竜神区での怪異討伐戦、見事な勝利でしたね。え、あのもしかしてこれって勝利インタビュー？そうですよ。今のお気持ちは？誰？ここならゆっくりお話ができそうですね。あの、一体何がどうなって？僕はルカ・トラバースです。セプテントリオン君6頭のルカ・トラバースさん。そんな風に呼ばれるとちょっと恥ずかしいんですけど、でもその通りです。あなたたちは訓練生ですね。身元を紹介しますから、パーソナルポートを開放してください。ありがとう。素直なのはいいことです。4人とも海抜群訓練生で間違いないですね。ダメですよ、訓練生が勝手に怪異と戦闘するなんて。すみません。空白地帯に怪異の侵入を許し、市民に被害を出しかけたのは怪異討伐軍側の落ち度では？かさねちゃん、そんなこと言ったらダメよ。その通りですけれど、なかなか手厳しいですね、カサネ・ランドール訓練生。各自言いたいことはあるでしょうが、
ひとまず怪異討伐軍本部へ出頭してください。マスコミとの接触は避けるように。いいですね。了解しました。あれは、ああ、戦死者です。警備をしていた海抜軍が2名やられました。視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。え、なんでですか？怪異は人間の脳を食べるから。ええ、首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。う、想像しちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。ちょうどいいから少し話しておきましょうか。ご存知でしょうが、一人の超能力者が使える超能力は一種類のみです。ただそれぞれの超能力には個性と適性があります。超能力の種類はもとより強さや弱さも人それぞれだ。それを軍隊として運用するためにはデバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。ですから超能力を使わなくてもできることや優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。はい、すみません。では僕はこれで失礼しますね。私たちも怪異に負けたらあんな風に。そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って超能力を磨いていこう。あ、はい。それ以前にお姉ちゃんのことは私が守るわ。行きましょう。え、あ、それじゃあユイトさん、ナギさん、失礼します。どうしたの、カサネちゃん。あの二人と一緒に本部に行ってもよかったのに。ダメよ。あの二人、厄介事しか持ち込まなそうだもの。あまり関わらない方がいいわ。だけど。もしかして、あのユイトってやつが気になるの？ほら、スメラギ寮で見かけた時からちょっとかっこいいかなって思ってたから。そう。じゃあ、あの男がどんなやつか素性を調べておくから、それまであまり接触しないように。え、素性って？ユイトさん、スメラギ家の人間でしょ？スメラギ家？ほら、評議会議長の。ああ、評議会議長の息子なのね。なら調べやすいわ。カサネちゃん。いいの。お姉ちゃんは少し抜けているところがあるから、私に任せて。さ、とりあえず本部に向かいましょう。あ、カサネちゃん、待って。髪飾りが曲がってる。え？直してあげるね。うん、これでいいかな。ありがとう。こちらこそありがとうね。いつもつけてくれてて。カサネちゃんの趣味じゃないと思うのに。お姉ちゃんが作ってくれたものなら何でも好きになるわ。それにこれは姉妹の証でしょ？
うん、姉妹でお揃い。ずっと大事にしてくれると嬉しいな。あ、例の訓練生たちが現れました。おそらくナオミ・ランドール訓練生とカサネ・ランドール訓練生でしょう。町に侵入したカイとの戦い、お見事でしたね。え？お姉ちゃん、相手にしないで、さっさと行くわよ。まだ訓練生の立場ですが、怖くありませんでしたか？ランドール重工の CEO であるお父様は、訓練生になられたことをどうお考えなのでしょうか？美人姉妹登場だな。お前がカサネ・ランドールか。それが何？カサネちゃん、そんな喧嘩腰じゃ。おいおい、シデン、そんな声のかけ方じゃ友達ができないぞ。瀬戸さん、僕は別に。ああ悪い、先にこっちを済ませなきゃならないんだ。カサネ・ランドール訓練生並びにナオミ・ランドール訓練生だな。俺は第二連隊08小隊の瀬戸鳴上だ。セプテントリオン軍七頭の瀬戸鳴上大尉ですか？お？ああ、知ってたのか。ま、そんな風にも呼ばれてるな。それより、二人ともスメラギ本部長がお呼びだぞ。至急本部長室へ向かってくれ。スメラギ本部長？ユイとスメラギと関係があるの？ユイトさんのお兄様よ。そうか、ユイとスメラギと一緒に戦ったんだったな。ユイトと違って本部長は厳しい方だぞ。どうせ訓練生が勝手に出撃するなって小言だろうが、叱られるのも仕事のうちだ。頑張れよ。ま、俺はよくやったと思ってるけどな。